とろみが出てきましたよ。夏といえばまさにこのピーマン、これ見てください。このツヤツヤのこのピーマン、めちゃくちゃツヤツヤでしょ。この量の4倍量ぐらいいただいたんでね、このピーマンをフルに使ったですね料理を作ります。今日はピーマンと生姜の肉巻き、これはねほんとね、うん、この夏に向けて最高な料理だと思います。もう非常にね簡単ですので、今日のを参考にしていただいて作ってみてください。それでは早速始めたいと思います。はい、材料ですね、こちらピーマン、今日大量に使いますよ。 700g、 800g か。はい、そして土生姜ですね。はい、そしてお好みで唐辛子、肉巻きのね豚バラ肉、はい、これこれサムチャンネルによく出てくる万能照り焼きソースですね。今日はねこれだけで作っちゃいますよ。あと打ち粉小麦粉。それでは早速始めます。今はねパーと真ん中で割ります。中のね種をこのまま取っちゃいます。一度最後洗い流すんで、もうこんなもんもう、うん、ちょっと雑な感じで取ってもらって大丈夫です。もう結局4分の1カットですね、ピーマンはね。あんまりこうそんなに細かく切らんでも全然 OK です。生姜は千切りで切ります。そしたら豚バラをねこのように並べて、極力ね薄めにこれ、はい、こんな感じですね。まあ、何しか正方形。そしてここでまあ重要なのは小麦粉をねまぶします。片栗粉でも小麦粉でもどちらでも構いません。こんな感じで結構ねちょっと強めにやった方がいいかなと思います。うん、こんな感じで、はい、こんな感じで適当にピーマンをちょっと主張したいので多めにピーマンを入れます。これぐらい。そしてここで生姜でちょっとアクセントですね、香味の香りを、うん、はい、これでねラップごといきます。こんな感じ でここでね形をこう形成して、うん、でここで外してくるくるっとこんな感じで、はい、でこれを一回ここに戻してもう一回ちょっとこう形成して、あとキャンディーみたいにね回らへん、くるくるくるってね、はい、こんな感じですね。だからこれでついでにね形成もできるのでね、はい、これをちょっと何個も作っていきます。
ほんで一つ言うの忘れてたんですけど、この断面、これを例えばこうやってやっちゃうと変な切れ目になっちゃうんで、なのでちょっと微妙にね、こうここに乗っけるぐらいな感じで、でここもこの切れ目のとこもこのここに乗っかるぐらいな感じで、はい、重ね合わせる感じですね。だからこんな感じで、これだけ作りました。2、4、6、8本、8本で、ちょっと豚肉がねちょっと足りなかったので、ね、200g 追加しました。とりあえず緩んだらまたこのようにね、一回こう結構ギッチギチになるぐらい感じで、こんな感じで、はい、これで一度ちょっと冷蔵庫でね休ませます。1時間ぐらい、1時間経ちましたので、これをひとまず全部ねちょっと焼いていきます。はい、そしたら小麦粉をつけます。こんな感じで、粉をひいたフライパンの上にこのように入れて、あとはね、全面をしっかり焼きます。はい、そしたら裏返して、で、焼けば焼くほどね、こう豚バラが結構締まってくるんで、すごく焼きやすくなります。あー、いい色。強いんで中火にします。ちょっと弱火にしました。そしてここからちょっと5分ぐらい蒸し焼きにします。できました。あ、いい感じ、いい感じ、こんな感じですね。油ね、これね今からちょっと照り焼きソースを絡めるんで、これはねちょっとね取っちゃいます。この余分な油は、まあ、全部は取らなくていいんですけどね、多少油を取っちゃって、そっから照り焼きで絡めると。それは照り焼きソースですね。これをこれぐらい入れて、今からゆっくりかけながら、でとろみが出るまで辛みを、とろみが出てきましたよ。で、あんまりねこれやりすぎちゃうとね、今度このとろみが焦げに変わっちゃうんで、焦げちゃうんで、まあちょっとこれぐらいで火を止めます。ほら、こんな感じ。はい、
今日はですね、大量にいただいたピーマンをですね、使って豚巻きピーマンを作ってみました。今日もね、非常に美味しくできました。もうピーマンのね、ちょっとほろ苦い感じ、豚バラの旨味と甘さ、このまま相性がね、バッチリ良くってですね、本当に美味しくできました。で、あと照り焼きで合わせた時の甘さと辛さ、これはね、もう夏に本当に最高の一品になると思います。ピーマンいただいた際とか、まあ、今ピーマン安くで市場に出回ってますので、お買い求めしていただいて、今日のぜひ作ってみてください。はい、今日の動画が良ければグッドボタン、またチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回お楽しみに。